ちゃ、はい、こちらに入れちゃ、入ってる。おはようございます。私が増川なんですが、あの日本我々の業界筋ではあの大変有名なんですけども、この増川さんというのはあの英語を話さないでそういう意味で科学者としてはあのそうある話じゃないんですけども、あの日本語であの話をさせていただきます。で通訳をにお願いしてあるんですが、ちょっとお願いします。先生、通訳は同時通訳で、あ、もう入ってる、はい、わかりました。はい、ということです。先生をご紹介させていただいてもよろしいですか？もう皆さん先生のこと大変よくご存知で、ご紹介は必要ないんですが、一応ご紹介させていただけると嬉しく存じます。わかりました。Good morning. This is the second.おはようございます。ホープミーティング第3回目2日目となりますが、最初のミーティングを始めたいと思います。私どもとしましても大変光栄に思います。増川俊秀先生をお迎えしております。名古屋大学 KMI 素粒子宇宙起源研究機構の機構長でいらっしゃいます。そして2008年のノーベル物理学賞の受賞者でいらっしゃいます。科学はどのように若い人たちの脳を刺激するかというタイトルでご講演いただきます。でそれであの多少一番最初の方であのお断りしなきゃ、だから増川さんは日本語しか喋らない、科学者として失格である、これが一つ。それからそれに付随して今回はとんでもない事件が起こりました。あの当然あの通訳していただく人にあの話すストーリーをお渡ししなきゃいかんわけですね。で一応書きました、書いたけども、それをあの最近 使っている Mac であれしました。だから私があの手元にある Mac はあの非常にあの日本語の処理が下手だから、何か言ったらセーブしてもう一回起動すると文字化けをするとかね、で全く読めなくなる。そんなこと でかつ土曜日からこちらに用事があったもんだから、金曜日にあの大学を出なきゃいけなかった。でそのためにあの金曜日までに原稿を作らなきゃいけない。でそれに対してあのマックがとんでもないことやってくれるもんですから、文字化けしてもあの お豆腐みたいなやつが並ぶわけです。でそれでもう動揺してしまって、であのなんとか院生の人に頼んであの復元してもらって、で復元したんだけども完全に復元せずにあのところどころ文字化けが残ってるわけです。で私のこの原稿もあの文字化けが残っているまだ。ということであの今日の今日まであの同様こんな自分を見たの初めてめったにあの何事が起ころうがあの動揺なんかしないほどずうずうしい男なんだけども、今回だけはもうあの動揺してあの喋る内容も十分決まってない。まあ、そういうことなんで、まあ、あの多めに見てください。であのお話しする話はあの若者がどういう具合にしてあの研究を目指し成長していくかという種類の話をします。でこれはもう皆さん、ここに集まっている皆さんはもう研究を始めている、だからそういう意味ではあのいらない話だと思う。でしかし私が思うのはあの新鮮な研究 あのスタートラインを立ってそれを過ぎた人、新鮮なそういう人たちが私の話を見て自分 あの科学への接近を思い出してほしい。なぜそんなことを言うかというと、皆さんは10年経てばあの研究者になり指導者になっていく。でそうしたときにあの
十分年を取ってる人がね、自分のそういう成長の過程というのをね忘れてるのね。都合よく十分偉くなったと段階から記憶してる。だから皆さんが自分がどういう経緯を経て研究者に近づいてきたか、それを記憶しておいてほしい。そして皆さんが指導者になった時にそういうものを参考にしながら若手を指導してほしい。でそういうつもりでお話しします。で、まず若者が若者の生活の中で、多くのものに接します。その中で想像もできなかったような科学上の出来事に出来はします。科学者の姿に、接してその若者はそれらに憧れ近づいていきます。そしてそれを求めてドン・キホーテのごとく兜の代わりに金だらいを頭に乗っけて、でロバに乗って旅に出ます。ということは何かというと、憧れて科学に近づいた時の若者はまさしくドン・キホーテだと思います。でいろんなものに接していく中で自分が想像していたものと科学が少し違うと、だからだん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 内容を深めていくんだと思うんですね。で、そういう意味で若者が科学に接近するときには初めから行くんじゃなくて、その若者が持っている科学なら科学に対する憧れというかロマン、そういうものが原動力になる。だからそういう意味でそういうものが持てるような社会に僕はなってほしいと思うんだけども、それはかなりのところはね、先生からとか先輩から教えてもらうんじゃなくて若者同士が語り合うこと。だから自分が勉強しつつあるそういう出来事に対して同世代の人が語り合う中で生まれてくるんですね。で本文に入ります。科学とはどのような仕事作業なのでしょうか。このことを考えるときに私は自由とは何かということから考え始めます。で、ヘーゲルの言葉に自由とは必然性の洞察であるという言葉があります。これは法哲学という彼の本の中の真ん中の方に書いてある言葉です。で、しかしヘーゲルという人は実に分かりにくいものの書き方をする。わざと意地悪で分からないように書いてるんじゃないかという気が起こります。僕なんかでも2ページ読むのに2週間ぐらいかかったことがあります。これはこういうことが違う、これはこういう具合に解釈するとこの文章と違うとかね、そういうことを繰り返して理解する2ページに理解するのに2週間ぐらいかかった。で、そうなんですが、だから私流にこのことを解説したい、みたいと思います。で、ここにですねボタンが2つあると思ってください。で、どちらを引いたらいいかわからない、あ、どっちからかわからないけど片一方を引いたら100万円が出てきます。で、出てきたら あなたに差し上げます。もう反対側を引いたら生産ガスが出てきます。あなたは死にます。さあご自由にどちらのボタンでもいいから引いてくださいと言った時に自由があるでしょうか。自由に引いてくださいと言ってるけど自由はないですね。ただ偶然性に身を任せている。だからヘーゲルが言うのは自由とはこちらを引いたらこうなる、こちらを引いたらこうなるということが分かった上で選ぶことが自由なんだと。だからそれを短い言葉で言うと自由とは必然性の洞察である、そういう言葉になるわけです。で、こういう具合に言ってみると科学とは一体どういうことであろうか、科学という行為はどういうことであろうかと、それは人類により多くの自由を準備する、準備する、あげるんじゃないよね。
その科学的な成果を使うか使わないかは人間が決めることなんです。だから科学は人類に対してより多くの自由を準備する、そういう行為であると私は思います。そう考えてみると、科学というのは銃を準備するというんだけども、そのあらゆる科学が等しい価値、同じようなことであろうかということになるわけ で、そうしたときに科学の中にも性格役割というものは違うだろうと。で私はここで基礎科学の重要さということを言います。でこういうことを言うと仲間内から揶揄されます。マスカはお前は素粒子なんかやってるから基礎だと言うんだろうという。で、そういう側面もあるかもしれませんので半分ぐらい割り引いて聞いてください。でそれはどういうことかというと、ファーブルという、皆さんよく知ってる方だと思いますけど、昆虫記を書いた人で、横にするとこれぐらいの厚さができるぐらいたくさん長いこと書いて、いろんなこと書いて、それの 60% 初めから 60% ぐらいのところに10ページぐらいの短さで書いてある話があります。でそれはファーブルが住んでいたアビニオン地方に、アビニオン、ちょっと発音がおかしい、に増川さんですから許してください。でに桑の葉っぱが病気にかかって、それを食べる蚕ですねが被害を受けるという事件が起こりました。でこれは当時フランスの花形輸出商品だったんですね。多分綺麗な絹織のお洋服を着て女性がこうやってたんですね。だからそういう意味で需要があったということもあって、養蚕業というのは大変重要な産業でした。でこの養蚕業が大打撃を受けるというような事態になったんで、フランス政府も無視できずに、その病気を撲滅するための対策団の団長にパッスールを任命して、その対策団をアビニョン地方に送ってきました。でそしたらですね、ファーブルは昆虫のことだったら俺は世界で一番よく知ってると思っている、自信がある。でしかし自分にも治せない蚕が遭遇している出来事を収めると言ってパスツールがやってくる。でパスツールは皆さんもよくご存じのようにあれですね、狂犬病のワクチンを作ったり細菌学を確立して、で病気というものがどういう具合に伝染していくかなんてことをよく知っていたわけですね。でそのパスツールを団長に据えて送ってきた。だからファーブルとしては自分が治せない病気を治すと言ってきたんだから、よっぽど蚕のことについては自分なんかよりもっと知っているはずだと思うわけですね。だからファーブルとしてはそのパスツールのやることをもう一生懸命見てるわけです。こうやって興味持って、でそうするとアビニオン地方にファーブルがやってきて、でそして蚕一番何を言ったか、ただ蚕が見たいと言った。で村長さんにね案内してくれる。でそうするとファーブルとしては診断するんだと思うわけですね。で行くところにつついていく。でそうすると蚕農家のところに行って蚕を見せた。でそうしたら蚕だなって知ってますか。蚕だな、ザルみたいなもんなんですけども、たくさん飼いたいでしょ。だから薄い箱を作って風通しがいいように下はちょっとすのこみたいになって、
でその上に桑の葉っぱを敷き詰めて、その上に繭を乗っけて、で食べさせて絹糸を吐かせると、まあ、そういう装置で、そこのところ行って見せで、ファーブルはファーブルのパストゥールはその繭を一つ捕まえて、でこう見てるんですって、こうやって、だから診断してるんだと思う。そうでしょうね。だからそのうちに何をやったかといったら、それを耳のところに持って行ってこう振ったと。で言ったことは、あ、音がする。パストゥールはそれまで飼い子って見たことなかったんですね。だからこれにはファーブルもおったまげた。でしかしその当時の技術ではそれなんか病原菌的なものではなくて、もっと小さなものであったらしくて、当時の顕微鏡では病原体を特定できなかった。でしかしパスツールは病気というものがどういう具合に伝染していくかというようなことをよく知っていたから、だから死骸の繭ですねを焼却処分にし、伝染経路と思われるところを消毒して、それで帰っていったと。収めてね、3ヶ月ぐらいで収めて帰っていったと書かれています。でここのところに科学の本質があると。で片一方は昆虫のことなら何でも知っているという昆虫学者で、片一方は細菌学を確立した、生物学者が非常に基礎的なところから知って、だから病気は解雇は知らないけれどもね、病気というものがどういうメカニズムで起こるかということはよく知っていた。で ここに、科学 の基礎科学の重要さ、適用性というか応用性が広いということですね。基礎的であればあるほど適用性に優れているということが言えるのではないか。でここで先ほどの話で、必ずマスカお前は素粒子論やってるからそういうこと言うんだろうと言われます。だけどだから僕の話は半分ぐらいに値引きして、でしかし半分は真実だと僕は思います。でで基礎であればあるほどいいと言ったんだけども、ここのところでそういう基礎が実際に人類の役に立つようになるまでにはどういうことが起こるだろうかという話をしてみたいと思います。でそれはマックスウェルという電磁気学を確立した人の話から始めます。で皆さんもよく知っているように電荷があればその周りに電荷があればその周りに電波ができる、クーロン法則ですね。で電流を流せばその周りに磁場ができる、これはアンペールの法則で、こういう法則が確立されて、19世紀の初め頃まで確立したわけですけども、そういうものを集大成して、一番問題は何であったかというと、ディスプレースメントカレントというものがまだ発見されていなかった。でそれを付け加えて完全なものにして、マックスウェルは1864年にそれを発表しました。で今日我々はそれをマックスウェル方程式と呼んでいます。でその方程式を調べてみると、解として波として電波磁場が伝わっていくような、そういう解がありました。でそれをそのマックスウェル方程式の中に入っている電波異常数だとか等時率だとか、そういうものを使って計算すると、その伝わっていく波というのはそれマックスウェルより15年ぐらい前ですかね、にフィゾー・フィーコーという人が独立に
光の速度を測定してました。あの地上でね、それよりもう少し前にあの土星の周りにあの惑星が回ってるわけですけど、それ の隠れて出てくるまでの時間とかそういうものを利用して、それだけではいかないんですけど、少し考えて、あの興味ある人はどうしたら光の速度が測れるか考えてみてください。で、あの光の速度は発見してました、あの観測してました。しかしあのフィゾーフィーコーというのはあの 地上で、あのフィゾーはあの、まあ、田舎の乾村に行って真っ暗闇の中であの歯車を高速で回しておいて、でこちらから光を入れる。そうすると山の時には行きませんね。で谷のところで行く。で次にあの戻って、その 8. 何キロかなんかのところから鏡で反射したやつを通り抜けてくる。でそれはあの鏡、歯車の回転数を調整していくと時間が分かりますね。そうやって測ってました。でその1年後にあのフィーコーという人がもう少し巧妙にあの研究室の中でもあのだけで測れるような方法を考えました。でこれは有名な話ですから、興味があったら本を覗いてみてください。でその、 あの速度とドンピシャリ一致したわけですね。だからマクセル方程式によってあの光というのはあの電磁波であるということが確立しました。でしかしあのそういうことが分かっただけで、それをマクセル方程式を、まあ、本質的に使うということに使えるということにはならなかった。であの、まあ、その間にもヘルツという人があの自分の研究室の中でアスファルトをどこでどういう具合に曲がってきたか知りませんけども、あのアスファルトを高さ2メートルぐらいにして積ん でプリズム状にこうやっておいて、で電波というものを出すと光が屈折するということをあの実証しています。でしかしあの本質的に使えるようにはならない。でそれに対してあのマクスウェル方程式から80年ぐらい後にあのマクスウェル方程式が本質的に使われることになります。それは何か言ったら、まあ、戦争が間近に来てるわけですね。それで、まあ、当時、まあ、飛行機が使われだしたので、その飛行機を早く発見するにはどうしたらいいかと。でそれに対してあの電波を使おうということになったわけです。でその時にあの大きな問題がありました。だからあの波長の短い光を電波を作ろうと思うと、あの当時の真空管を工夫して、高価な真空管をで作って、あのそのお金がかかってますから雨ざらしにできないから屋内で作るわけですね。であのそれを放出するレーダーアンテナというのは、あの遠くに飛ばさなきゃいけないので屋上に置いて、そうすると室内から屋上までその電波を伝えなきゃいけない。でその時何が問題になったかと言いますと、あの針金を流すとですね、あの空中に漏れて、もう光と同じような性質を持ってるもんだから空中に出ていっちゃうわけですね。だからそれは困る。だから光を閉じ込めて送らなきゃいけない。そうすると金属で四角い箱を作って、まあ導波管ですね、今日の言葉で言えば導波管を作って、そこの中を流し込んでやる必要がある。でそれで終わりかといったら、あの室内から屋上ですからね、こういう具合に持っていかなきゃいけないね。そうするとその導波管を曲げるとですね、反射して戻ってくる、通っていってくれない。だから一番効率よくあの電波が導波管の中を伝わるようにするにはというと、導波管の幾何学的な形状が非常に精密に しないとダメだ。マッチングという言い方しますけど、整合、あの学生用語でマッチングというと、あのまあ、いろんな意味が出てきますけども、あの、まあ、あのマッチングを取らなきゃいけない。でその時にマクスウェル方程式が本格的に使われた。だから80年かかって、
まあ、あのそういうことなんですけども、だから科学が発達して、科学が発達して基礎法則が分かる、でそれが社会に還元されるまでに、まあ、大体100年の時間、あのこういうことをあのなんといろんな人に話すもんだから、あのいろんなことを調べてみました。熱力学はどうだとか、なんとかどうだって言ったら、やっぱりね100年ぐらいかかる。だからあの発見してからじゃないんですよ、基礎方程式が確立してから、それが社会に還元するまでにはだいたい100年かかる。でただしあの最近それはちょっとあの違うなということに、あそれ以外の道があるなということに気がつきました。何かと言いますと、あのバイパスが何か、あの例えば NASA がですね、アメリカの NASA があのロケットを打ち上げました。で人間を抜けて月まで持っていくということ でその時に大問題になったのは熱処理の問題。今のロケットは大きいからね、あの余裕が あって、なんていうかな、人間のいる居住空間と外壁との間の距離を取れた。しかし当時は狭い。そうすると太陽の光で照らされる側は300度ぐらいになる。影の部分はマイナス100度ぐらい。であの人工衛星だったら高速で毎分80回転ぐらいのスピードでくるくるスピンをかければあの平均化されます。しかし人間が乗っている時にそんなスピードを回したら人間の目を回す。だからあのこちらの光の当たる側の熱を非常に効率よく影のところに回さなきゃいけない。でその時に作ったのがヒートパイプ。簡単なの、実に頭がいい人がいるものだと思ったんですけど、銅のパイプを作って、そしてそこの中にアンモニアの液体を封入して両方と閉じろと。あであの中にあの銅の金網を入れて壁面に巻いておけと。でそうすると光にあの照らされる方のアンモニアの液体は瞬時に気体になります。で中はまあ真空に近いように圧力を下げてある。そうすると一瞬のうちにガスですから、こちらへ、でこちらは冷たい、冷たいとあの冷やされて液体になる。液体になると毛細管現象で金網を伝って戻ってくる。でこれだけの装置、これだけの装置なんだけど、銅に比べてあの僕があのそれを読んだ時、だから今から何十年も前です、その時にそれはあの銅に比べて200倍ぐらい熱伝導率がいいと書いてありました。であのそうなんですけども、 NASA が一生懸命開発したわけですね。でそれがあの日本のオーディオメーカー、あのトランジスタの大好きなあの会社があのオーディオ装置をあのトランジスタ化しようとした。で一番大きな問題はあのシグナル処理にはいいんだけども、あの大電力のところパワートランジスタですね、それは非常に高温になる。だからその熱をあのうまく処理しないとあのトランジスタは焼け切れてしまう。非常にあの繊細なものです。で実際私の、 体験なんですけども、80年ぐらいにあのおもちゃのようなパソコンを買ってきました。で当然能力は低い。だからあの増強するために集積回路を買ってきて増強しました。その時にあのそのパッだから集積回路を買ってきた時のパッケージがある。でそれを蓋を開いたら何と書いてあるかと、そこの中からあのアルミホイルで包まれた集積回路と同時に説明書がありました。で説明書を読んでみたら
何て書いてあるかと思ったら、まず裸足になれ、裸足で靴下を脱げ、靴下を脱いだら家庭 の, あのシンクですね、シンクのところに行ってその上に立てと。だから大の大人、私は小の大人ですけども、小の大人がですねシンクの上で裸足になってこうパッケージを開いてる姿を見るとなんか吹き出しますね。何を言ってるかというと、人間の体には、あの皆さんも経験してると思いますけども、静電気を帯びてる。でそれがあのパッケージを開けるときに集積回路の中を流れる可能性がある。でそうすると一瞬のうちに切れてしまうわけです。それぐらいトランジスタというのは繊細なもの。だからパワートランジスタは発熱する。そうすると切れてしまうので熱を放出する必要がある。そこにだから普通のシグナル処理ならいいんだけども、オーディオ装置ですから100ワットぐらい の, 電流が流れる。ガーンとこういうシュシュって言うんじゃなくてね。だからその熱処理が必要で、そのためにトランジスタ、ヒートパイプが使ってありました。でそれはNASA で使ってから3年後です。このように科学そのものではないんだけども、科学が非常に高度になったために、それを研究するためにも実験に使うようないろんな機材をですね工夫して使わなきゃ作らなきゃいかんわけですね。でそういうものは我々の人間的なスケールのものなわけです、そういう装置はね。だからそこに開発された技術というものは我々の日常生活の中に現れます。だから科学そのものは実用になるまでには100年の年月がいるだろうけども、バイパスは、はいはい、私の話はこれ原稿を持ってるんですけども横道にそれてますので、まだ初めの方、初めの10% までぐらいで必ず途中で終わることになります。しかし言いたいことは言ってます。で若者がその科学的に成功していくのはドン・キホーテのようなもので、一番最初何かに憧れて、でそして調べる。そうするとアインシュタインは偉いとかね、でそういうことに興味を持って少しずつ近づいていくわけです。で近づいていった結果として、若者は必ず何かをやりたくなる。何かをやるときに、それは知識不足、経験不足がありますから、大人から見てみたら明らかにドン・キホーテみたいなことだと思うんです。はじめ想像したものと実際の科学のあり方というのは実に違っている。しかし何かを若者は始めなきゃいけない。ドン・キホーテのように滑稽なことをやりながら旅に出ることは重要なの。でその経験を経てドン・キホーテがなんか成長したということは本には書いてありませんけども、若者は成長していく。まず第一歩は歩むこと。だから憧れる、憧れを持ってそれを周辺を嗅ぎ回る。そこの中で必ず何かを始めたくなる。で始めなさい、始めることが重要。でそうするとこちらにぶつかり、あちらにぶつかりしているうちに、少しずつ科学、自分が憧れた科学の真の姿が見えてくるんですね。だから腕をこまねいて見ていたら何も進歩は起こらない。でその時に重要なことは僕は同世代の人と夜を徹して議論せよ。何か言ったら先生にお聞きしたらですね、非常に
要領よくまとまって正しい答えが返ってきます。しかしそれで終わりなの。若者同士で議論するとこちらに取りあちらに取り、実に話題がさまようわけですね。でその中で新しいものを身につけていくであろうし、これが一番重要なことなんだけども、友達があんなこと知ってたと。で議論してる時は背伸びしてね、それぐらいのことは知ってるわみたいな顔していたけども、うち帰ってくると本棚をねひっくり返して、それが書いてある本を探して必死で読む。でそういう具合に同世代の若者同士の議論というのは非常に実りが多いものです。だからぜひ用手して議論し合えるような友達を作ってください。でこういうことを言うときにね、いつでも問題になるんだけど、女性の同級生と用手して議論していいのかと。最近はいいんですかね。いや、そういうことが意識されないような社会になったんだと思う。我々の時はなんていうかな、男女7歳にしてなんか同席せずとかね、そういうあれがありまして、そんな男女が要徹して議論しているというのは不謹慎であるというような話が我々の世代まではありました。で今は実に男子女子ということは意識せずに実にフランクに議論してますね。だからいいんでしょう。で、そういう意味で言いたいことは、ドン・キホーテ憧れてドン・キホーテのようにまず絶対に旅に出ること、何か始める。でそういう過程を経て成長していくんだと思いますが、もう一つ重要なこととして、現代の科学はどういう状況に、これが一番言いたかったことなんですけど、どういう状況にあるかということ。でそれは1901年の一番最初のノーベル物理学賞の第1号がレントゲンなんですね。でレントゲンということは、また保健衛生で重要な役割を果たしているんだけども、そこで重要だったんではなくって、X 線というのは原子の世界で起こっている非常に激しい運動の結果現れる波長の非常に短い光なわけですね。でそのためにこういう言い方できると思うんですが、X 線というのは原子の世界からやってくるお手紙である。だからそういうことを通じて20世紀というのは非常に原子分子の世界が次々と分かり出していく、そういう時代であった。でここでこういうこと言うとまた問題なんだけど、そうだったもんだから原子分子の世界が非常に面白いことが次々に現れていたもんだから、アインシュタインは一般相対性理論に到達できた。非常にこんなこと言うと怒られそうなんだけど、ある特殊なしかし本質的な理論が分かって、でそれが一般論まで高められるのは大体その我々物理の世界で起こっている歴史を見ると大体3年ぐらいで片付くんですね。だから量子力学が発見されてからそれが一般相対性その場の理論という量子力学の相対性理論に適合した理論になるまでに3年なんですね。でそれはどちらが難しいか言ったら両方と同じぐらいだと思います。僕は場の理論においても非常に量子力学がそこに行くには飛躍がありました。量子力学は一体の問題で済むんだけども、多体論無限の素粒子を相手にするような形式にまで高める必要がある。だからそれは3年で済んでる。で一般相対性理論は1905年
奇跡の年と言われた時から11年かかってるんですね。でこれは明らかに遅い。恐ろしいこと言いますね自分で言っても怖くなりますけども、アインシュタインに向かって非常に不得意で11年もかかったなんていういうことを人前で言う人っていうのは増川さんみたいなおっちょこちょいな人しかいません。でまあそうだ。でそうなんですけども、もう一つ言いますと、やっぱり一番最初に発見されてからそれが人々の役に立つようになるまでに100年かかるという話と例としてもう一つします。それは潮流動のあの世界です。これは1911年にオンネスという人が ものはどこまで低温なものが作れるのかというので低温を一生懸命作っていたわけです。そうしたらその低温の温度を測る金属を入れてありますね。そこの中それの抵抗がゼロになっちゃったんですね。でこれは何だと。でちょうどその頃というのはミクロな世界が次々に発見される世界で量子力学もその頃に生まれた。もう少し後ですけどね。だから何でもありなの。そこまでということね。だからもう終わらなきゃいけないのかね、そろそろね。5分でだから超電導潮流動といってもそれは新たなまだ我々が知っていないような物理法則が働いているんだという考え方もありました。でしかし最終的には1955年に BCS 理論が できて普通の量子力学で型がつく問題だということになりました。でそうすると抵抗がなくなるような現象というのはみんな魅力的ですね。電気抵抗はないんですからロスがない。でこれを応用してやろうという人たちがたくさん現れました。でしかし超電導状態が本当に実用化に人々の生活の中で役に立つような装置として現れるのは日本では山梨というところで10キロぐらいの長さのレールを引いてその上を浮かして超電導の力で浮かして磁石の力で浮かしてで試験をやっています。であと10年かなんか経てば実用しますと言っている。でそれはもうマックスウェルからじゃなくてオンネスから見れば今年がちょうど100年目なんですね。マックスの発見からね。だからそういうものが実際に使われるようになるまでにはやっぱり100年の大高がだから言ってみれば一言で言ってみればエジソン的な態度身を見まねでちょこちょこっとやったら発明発見科学のに参加ができるという状態ではもうなくなってきて、だから基礎からきっちり勉強をしてそしてその先に参加する科学に参加するということができるようになる。でそうするとその長い間をどうしてね情熱を持ち続けることができるかという問題がある。だからそれは僕は友達同士の科学に対する議論そこの中で憧れ科学は初めは人物に憧れるんだと思いますけどもそういうものを通じて科学自身に対する憧れ希望そういうものを養ってほしいと。でそれがそういう膨大な現代の最先端までたどり着くエネルギーがいると思いますけどもそれは原動力になる。だから
友達を作る、で議論をする、でそこの中で怪しげな話もいろいろ出てくるだろう。しかしそういうものを通じて若者は成長していけるし、成長していくエネルギーがもらえるんだと。だからここにも国際的にいろんな仲間ができつつあると思いますけども、そういうものを通じて友情を培ってください。でそれは非常に厳しい道のりだけども、そこの中の歩んでいく原動力になると思います。皆さんが10年後にそういう国際的な友情をもとにして立派な仕事ができる、そういう環境が出来上がっていい仕事をしてくださることを希望しています。ここで終わりたいと思います。Thank you very much, Dr. 増川先生ありがとうございます。ではここで西村淳先生にお願いしたいと思います。素粒子それから原子力の研究をされておりますのでお願いします。 Thank you very much. ありがとうございます。大変刺激になる講演をいただきました。では議論に入りたいと思います。ご質問のある方は手を挙げてください。どうぞ恥ずかしがらずにお願いいたします。煙に巻かれて質問できないと You might want to ask something about 若い研究者に対するアドバイスということでもよいので、ご質問お願いします。Thank you very much. ご講演ありがとうございます。研究者として科学に憧れるというお話をされました。先生の場合お若い時に、あるいは今でもそうなんですが、今でも何かモデルというのはあるんでしょうか。こういう人が英雄だと、ドン・キホーテの話をされましたが、お友達ですとか、あるいはご両親ですとか、教授の方で科学に憧れるそのモデルになった方はいらっしゃるんでしょうか。はい、いいですか。はい、一番最初は父親です。で父親は大学とかそういう教育は受けていなかったんだけれども、自分が科学的なことが好き で子供、その知識をですね、自慢する相手がいないんですね。母親に言ってもそんなバカにされるだけ、隣の親父はダメで、そうすると自分の子供をターゲットに自慢話をする。そのおかげで私は科学が好きになります。例えば皆さん不思議に思ったことないですか。月食がですね、毎月起こらない、なぜか。教科書にはですね、平面で書いてありますね。そうすると地球の周りをくるくる回ってるわけですね。そうしたら一月に一回必ず月食が起こるはず。それで親父は5度を傾斜してるんだと。地球が回ってる面と月が地球を回ってる面とは違うんだということを教えてくれます。でそうするとその時私はもう勉強なんか一切しなくて、授業も聞いてないし、そんな学生だったんだけども、なんか先生が変な質問をした時に答えられるわけですね。で自分は理科ができるんだという錯覚をした。でその後で起こった事件は、私が坂田事件と呼んでるんですけども、日本の坂田正一という先生が工学の元になるような理論をゲルマンの9年前に発表していました。でそれを学習雑誌かなんかで読んで感動しました。でどうしてかというと、私の町、住んでる町は名古屋という首都ではない、東京ではない、そういう一
地方都市で世界最先端の科学が作られている。で当時のですね高校生までぐらいの教科書は習ったことっていうのは大体19世紀まで終わってるでしょ。だから幼い増川さんはですね科学というのはヨーロッパで19世紀まで完成したと思ってる。でそれが名古屋で今作られてる。でそれに憧れました。で絶対に名古屋大学行って坂田先生のもとで坂田先生に会ってみたい、研究してみたいというまだ会って研究現場っていうのはどんなものか見学しに行こうというぐらいの感覚で、でしかし英語が全くできないので友達はみんな100点あ1000点満点で競争してるんだけど私は800点満点で競争しなきゃいけない。でそれでずっとこう計算していくとですね日本史世界史をこれだけ取らなきゃいかんということになるので受験の間近の一月は1日16時間勉強しました。こたつを出しといてそこの中で食事もし勉強もし眠たくなれば寝る、で起きたらまた勉強、あの時だけですねこんなに勉強したの、研究者になってもあんなに勉強したことないです。でということで私にとっては坂田先生、坂田先生というのはゲルマンの考古モデルの何と言ったらいいのかな、元になったような複合粒子モデルという理論なんですけども、でそれに憧れて今日の姿になりました。以上です。 Okay. Yes. Hey, I'm Jung Myung Kim to Kampen. 韓国から参りましたキムと申します。韓国でも先生のお話を伺ってまいりましたけれども、先生は海外に行って研究をされると、ないしはそういった協力をされるような経験はされていないと伺っております。で先生がこのようなお話をされて大変感銘を受けているんですけれども、名古屋大学を卒業されアメリカですとかそういったところの影響というのはなかったんでしょうか。その国内中心になさってきたということですけれども、その国内だけでそのような研究を行うことが可能なんでしょうか。その例えばアメリカ、ヨーロッパと比較してその国内にその特化したことによって何か発見はあったんでしょうか。はい、いいですか。特化して良いことがあったかと言われるとそれはないでしょうね。しかし日本はですね明治政府の頃からこういう文化の導入というのはかなりしっかりしていたと思います。だから国内の教科書で最先端のところまで勉強はできました。でその後は情報の流通だとかそういうものは結構我々のソリューションの分野ではよくって国内にいても研究はできました。十分かどうかっていうのは別ですよ。でしかし研究をやってそこそこの成果は上げれました。で海外に出ていくということのメリットは何かといいますと、そういう知識じゃないんですね。だから先ほど若者同士で議論することは大変重要だと言いましたけども、研究者の交流、議論し合うような相手が得られるかという、でそれは我々の研究分野での大先輩である南部陽一先生は
35歳の時に大阪一大というところで教授になってました。だからポストも十分得てる。しかし先生は刺激っていうか、そういう仲間同士の議論から得られる、まあ、刺激ですね、メリットを求めてアメリカへ渡られました。だから個性だと思います。国内にいても研究はできます。そこそこのことはできます。しかしもっといい刺激っていうか、得たら得たいから行くっていう人もそれは悪いことではない。でむしろ反対に日本では海外留学をしたがる人が、希望者が減っています。でこれは中流意識だと思う。トップになるというよりはそこそこの ものでね、いいんだと。だから日本にいても研究はできると、そこそこのこと仕事はできるという安住思考だと思いますね。だから国外留学というのはやっぱり一種の覇気であって、俺はこれぐらい の勢いで研究を続けたいんだということの表れだと思うんですね、留学したいというのは。だから留学するということはマイナスではない。しかししなきゃ絶対に研究できないかといったら、日本だったらできる。それが私の回答です。I'm afraid we... 残念ながら時間がなくなってしまいました。You can ask, ただ個人的にマスカー先生のところに、まあ、お昼の時間などアプローチをされて、ご質問をしていただければと思います。では大きな拍手をお願いいたします。マスカーさんでは大変おしゃべりなの、しゃべりだすときりがない。ありがとうございました。ドクター西村、Thank you very much. And 西村先生ありがとうございます。またご質問いただいた方ありがとうございます。では次に移ります。通訳は以上です。 Sure to welcome Dr. Ada E. Yonat, Nobel Prize Laureate in Chemistry in 2009, Director of the Helen and Milton A. Kimmelman Center for Biomolecular Structure Assembly, Weizmann Institute of ScienceThe title of the lecture is From Basic Science to Improved Liposomal Antibiotics. Dr. Yonat, if you please.